はい、今度はですね、2025年の高校入試対策シリーズですね、それのですね、小問集合と計算基礎計算をね、主にやっていくシリーズで、今回第8回目になりますか。で、第8回目はどこをやっていくかっていうと、長野ですね。長野は、問1がですね、こういった基礎計算が初めの方にあって、あとは小問集合がずらっと並んでいるような形ですね。合計のページ数が、2ページかな。ですかね。で、これをちょっとやっていこうかなと思います。じゃあね、早速やっていこうと思います。最初ね、括弧1は3マイナマイナ5って、これも暗算でできますよね。3たす5だから8が答えになりますよね。で、次ですね、割り算なんで逆数にしてもらって、まず、係数の方、6分の1かける12になるから2ですよね。で、あとは x と y を1個ずつ減らすから答えは 2y というふうに、ここら辺はすぐに出ちゃうかなと思いますね。で、お次ですね。n を自然数とするとき、式の値がいつでも8の倍数になる式として正しいものを r から a から1つ選び、記号で答えなさいと。これ8でくくればいい。くれるものですよね。そうするとこれ a になるんですね。で、これどうなるかっていうと、8括弧 n プラス2っていう形で、これ必ず n がどんな数でも8の倍数になりますよね。これくくると。だから答えは a になりますね。あとはちょっと8でね、くくれないので。で、次ですね。括弧4番。x がルート5プラスルート3、y がルート5マイナスルート3の時、x の2乗マイナス y の2乗の値を求めなさいと。これ一旦ですね、因数分解してあげてください。そしたら、ここでね、代入して2乗するんじゃなくて、まず因数分解してあげる。それから x と y を代入してあげるとどうなるかっていうと、ルート5プラスルート3で y がルート5マイナスルート3で、こっちが2ルート5になるんですね。で、こっちがルート5プラスルート3マイナスついてるんで、符号をひっくり返してあげてマイナスルート5プラスルート3になるので、2ルート5と2ルート3の和になって4ルート15っていうのが、答えとして出るよっていう形で解くのがいいかなと思いますね。で、括弧5番ですね。括弧5番は、これ因数分解のできる二次方程式なので、 x マイナス5と x プラス2イコール0で因数分解してもらって、 x イコールマイナス2と5というふうに、括弧5は出してもらえればいいかなと思います。で、次ですね、括弧6、容器に薄力粉を 132g と砂糖を 12g 入れて混ぜた。ここに薄力粉と砂糖を xg ずつ加えて、薄力粉と砂糖の重さの比が7対2になるようにクッキーを作る。この時 x の値を求めなさいと。あれですよね。両方とも xg 足すから、x プラス132と x プラス12。これの比が7対2になるようにしろって言ってるから、あとは内々外外の比例式ですよね。そうすると 7x プラス84と 2x プラス264っていう形になって、これ普通に解いていくと 5x イコール180、x イコール36っていうふうに出るので、答えとしては36というふうに答えてもらえれば OK ですね。で、お次ですね。図1において、
随時において LM が平行の時角 X の大きさを求めなさいと。まあね、こことここ平行だから同位角一緒で66度ですよね。ってことは 66-22 で X 出ますよね。X イコール 66-22、X イコール44度っていうふうに答えが出れば OK です。うん。で、8番ですね。8番作図ですね。最近流行りですよね。図には一つの円周上に3点 ABC があると。ABC がある。円の一部である。この円の中心 O を定規とコンパスを使って作図しなさい。ただし、中心 O を表す O も書き、作図に用いた線は消さないことと。で、これね、ちょっとここでは書ききれないので、ちょっと事前にね、適当に ABC 書いて、おきました。で、まあ、結局何をやるのかっていうと、線分 ABBC の垂直二等分線を書いて、その交点が円の中心になるんだよというのさえ、表せられればまあいいかなと思いますね。うん。で、ちょっとね、カメラ越しなんで非常に線が引きづらいっていうのと、作図がずれやすいっていうのはご了承ください。なんかね、見づらいんですよね。作図するときにこうカメラがあったりするともうすごく引きづらいんですよね。これがまた線が。よいしょ。まあこんな感じで。で、線分 ABAC の垂直二等分線をちょっとね、これ垂直二等分線長めに引かないと円の中心が出ないには出ないんですが、まあここが O になりますよね。うん、っていう形で、作図してもらえれば OK です。うん、作図はね、たくさん問題解いて、慣れてもらわないとなかなかね、難しいかなとは思います。で、その次のページですね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。9番いきますね。括弧9。で、二次関数のところはですね、皆さん学習が終わってない方も多いかなとは思うんですが、まあ、学習終わってからもう一度見てもらっても構わないです。じゃあ見ていきましょう。右の図3は3つの関数 y イコール、これが ax 次乗、bx 次乗、cx 次乗のグラフを同じ、座標軸を使って書いたものである。また、2点 ab は関数 y イコール x 次乗のグラフ上の線分 ab と x 軸が平行になるように取ったものである。定数 abc、比例定数 abc を大きい順に左から並べて書きなさいと。で、まずね、下に凸っていうのはこれが正でこっちが負なんで、まず A が一番大きくなりますよね。うん。で、B と C なんですが、開きが大きいほど絶対値が小さいってことは、こっちの方が大きいってことになるんで、B、C ってなるんですね。うん。で、次ですね。A イコール3。AB が4の時の点 B の座標を求めよって言ってるので、そうすると A が3だから、まずこの式 Y イコール、これが丸1の答えね、 Y イコール 3X の次乗っていう風になるんですね。で、 AB が4ってことは、これ B の X 座標2だよねってことだから、 Y イコール2人が4で 4×3 で12ってことは、2の12っていうのが点 B の座標になるよねというふうに出れば OK です。うん。で、お次ですね、1,2,3 の数が1つずつ書かれた3枚のカードがある。この3枚のカードを箱に入れて、箱から1枚ずつ取り出し、取り出した順番に左から右に並べて3桁の整数を作ると。
この整数が奇数となる確率を求めなさい。ただしどのカードが取り出されることも同様に確からしいものとすると。まあね、これまあ組み合わせ樹形図で書いてもらっちゃって、2332と。で、2の場合は1331と。で、3の時は12か。まあどっちでもいいや。12と。そうすると奇数が1234。で、全体で6だから6分の4。約分して3分の2が、まあ、確率として奇数になる確率だよねと、そういうふうに見てもらえれば OK です。括弧11、データは精度15人の握力を調べ、その結果をの値を小さい順に並べたものである。データ20、こうあるわけですね。で、このデータを表した箱ひげ図として正しいものを A から A から1つ選び、記号で答えなさいと。で、まずね、この手の問題やるときっていうのは何からやっていくかっていうとですね、最大値最小値からまず見ていくっていうことをするんですね。で、最大値最小値どうなっているのかっていうと、24と50なんで、24、50になってないものは外します。そうすると、あは OK、いがダメですね。最大値248なんで、うが24と50合ってます。えが、これ全然最大値違います。次に中央値ですね、中央値を見に行きます。中央値はどこで見るのかっていうと、数えなきゃいけないですね。1234567830四だよと。15にいるんで、真ん中は8番目なんでね、34になってる方を選べばいいから、これうって出るわけですね。まあ、最後は簡単にうというふうに答えが出て終わりになりました。で、箱ひげ図の問題ね、全国的にまあ正直言うと、本当に各都道府県今流行りっていうぐらいよく出てるので、この箱ひげ図の読み方とか作り方っていうのは、まあ、マスターしておいてほしいなと、ミスなく解いてほしいなと。その処理の仕方さえ分かれば全然難しくない問題なので、まあそこら辺はしっかりね、処理の仕方をまあ身につけておくっていうことが大切かなとは思います。今回はね、以上で終わりにしようと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。またね、明学館に興味のある方は概要欄から、お問い合わせ願えればなと思います。ご視聴ありがとうございました。